どこかしらからポケモンの声が聞こえたけれど。あれは向かってくる感じやね。しかもモンスターボールなくなりましたけど。それじゃあ、結局あれかな？違う違う、しゃがむな。結局、タスクをこなしていかんといかんっていうことなのだろうか。どこだ？はい、任務リスト。やね、図鑑タスク。図鑑タスクを報告して、ポケモン研究ポイントの目標を達成する。要は、ランクを1個上げんといかんということかな。じゃあ、やっていきますか。やっていきますか。ゴーゴー。外に出るのか？気をつけてな。了解です。はい、原野ベースへ移動。それじゃあ、どの、どのタスクをこなしていきましょうか。やりやすいのはどれって言った？まあ、ビップがその辺にいっぱいおったよね。捕まえた数。とりあえず捕まえた数、こなしていけそうかな。ビッパ、ビッパ、ビッパ。あいつだな。待って。あれ？待ってよ、モンスターボールがなくなるじゃねえか。へい。めっちゃ近くから。めっちゃ近くから当てたけど、なんかおらんくなったんやけど。つら。おーっと、避けられた。へぇ、動き回る。あっちはマークが出てないけん、まだいけそうないね。消えた。お、これで。いけたか。どや。おし、オッケー。ほら、経験値入りよる。イエーイ。どや。でもこれあれよね。捕まえた数、増えてけば増えてくほどさ、このなんか、パソコンじゃないけど、牧場にも、めっちゃ数増えていくってことよね。おそらく。なんか、それはそれで整理するのめんどくさいね。いいよ。どうや？よいしゃー。ここも単純に捕まえた数だけで、タスクいけるか。気づかないでおくれ。あ、大丈夫そう。結構緊張感がある。ね。わー、こっちからも見えないんですが。おっと、見つかった。あ、見つかったけど、まあ大丈夫か。見つからずに捕まえた数のタスクはもう、クリアしていたはず。動きづらいよ。これ、上からとかでもさ、結構狙えるんじゃ、ね。と、あれ？ダメージ受けたぞ。あれ？ダメージ受けたぞ。ダメなんすね。あ、この状態はあれか、戦闘しなければいけない。キャー！違う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 。あ、違う違う違う。そして出す場所を間違えた。出す場所を間違えた。いやー、焦ったらいまいち何もできねん。あ、体力は全部回復してくれるんやね。私、捕まえるときにさ、結構、体力削ったんやけど、ブイゼルの。これでもう捕まえられるのではないでしょうか。よっしゃ、ボール行くぜ。戦闘のときでもさ、自分で狙わんといかんのかと思って、ボタンを押してしまう。イエーイ、どんな感じかな、いい感じ。は、めっちゃ。お、電光石火を見た数。あ、そんなタスクがあるんやね。間違えた。間
間違えた。どうや。自分のすぐ隣で、仲間がモンスターボールに捕らえられ。あ、逃げてく。逃げてく。ゴー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 と。見つか。まあ、見つかってもいいよね、別に捕まえれたら。くま、あ、飛び去ってったく。なんてこったい。よし。おう？ビッカはあれよね、警戒心があんまりないよね。へえ、出てきたんですけど。なるほど、捕まえられるとは限らない。ということだね。はあ。どうや。よし、オッケー。捕まえるだけでも経験値が入るのはいいな。ね。あれ。ピッパ、捕まえた数のタスクまだ全部クリアしてないよね、全然。あら、届いていなかった。待って待ってー。お、ちょっと上すぎた。このさ、あれ当たったのに消えてった。このね、なんかボールのコントロールめっちゃ難しいんだけども。ね、超絶難しいんだけども。今どんな感じ？ポケモンを7匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。どうや。548円。めちゃくちゃ少ない。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。今回の更新、何がどう更新されたんかはわからんけど、まあ、いい感じ？はぁ、まだまだだ。あと200ポイントやって。ふぅ。これから、まだ調査を続けますよ。団員ランクを上げるためには図鑑タスクをこなすのですよ。捕まえたポケモンの図鑑を見てタスクを確認し、こなし、研究ポイントを貯めてくださいね。了解です。ひたすらポケモンを捕まえ続けます。他。と、あ、そうよ。下手にね、高いところからとか降りよったら、チーンってなりかねない。ムックルの研究頼まれとったよね。ムックル、ムックル。あれ、ムックルってこの辺じゃなかったっけ？あ、捕まえすぎて今おらん感じ？常に湧いて出てくるわけではないか。時間経過とか必要なんかな。一回村に戻ったらまた出てくるとこかな。そういうのもやっぱあるか。お、なんか。あれは？コリンクだな、あれ。コリンクだよ、コリンクだよ。ペイ。ドスって音がしたけど。やったね。いけた、いけた。さあ。どこかにポケモンはいないかい？あ、ケムッソや、ケムッソ。よいしょー。よし、捕まえましょう。なんか威嚇された私。はい。お、そして。逃げそうだな、あっち。いけ！くそ。くそ。で、これよ、これ。キラキラ輝く。これはキラキラ輝いてないな。え、これは取れないの？なんか道具が必要ってことかな。お。そこにも。どうや？やった、捕まえた。この辺はケムソ天国ですね。てい。あ、あっちにもおるよ。ケムソ、ケムソ。あと2匹捕まえたらタスク1個か。
タスク1個解放するね。え、なんか、あ、びっくりした。倒れとんかと思った。どういう状態かと思った。でも、1匹捕まえる間にさ、また次の方にも移れるのいいね。めっちゃいいね。そしてなんか戦ってないけんさ、なんかレベルガンガン上がっていきよっても、あんまりなんか把握しきれてないんよね。なんかおる？コリンクじゃね？なんかよく見えんかったけど、多分色味的に青とかが見えたけん、ほら、コリンクや。もうこの辺には、ポケモンは、いなさそうかな？いやね、おらんね。ということは、戻りましょう、ちょっと。またね、若干タスクをクリアしたけん、報告をしてこようかと。なんかポケモンの声聞こえたけど。どこかしらからポケモンの声が聞こえたけれど。あれは向かってくる感じやね。しかもモンスターボールなくなりましたけど。ちょ、待って。あれ、投げたやつさ、もしかしてあ、これ違うな。あれ、今なんか私、拾ったのか拾ってないのか。いてててててて。ちょ、待って。あの、モンスターボールがね、なくなったんすよ。ってことは逃げた方がいいかな。よし。どうせ捕まえれんってことやもんね。あれ、なんか、あれじゃない？めっちゃ、にゃー！なるほど。どこからでも上がれるわけではないと。くっ。そんな険しいところは登れないと。ちょね、普通に、ゼルダぐらいの感覚でおったけど、きっとあれはリンクが異常なんよね。普通の人はあんなところ登れんねよね。マジこんな離れたとこまで行っとった私。ちょっと移動しすぎじゃない？おったおった。よし。報告しに来ました。ポケモン、また何匹か。はい、オッケー。ケムッソ率高。どうすかね。背面取りで捕まえたポケモン？なるほど、そういうタスクもあったのか。どうすかね、ポイント的には。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。どう？あ、もうコリンク研究レベル9まで来たよ。10までやったよね、確か。いい感じなのでは。まだあと120ポイントある。え、ちょっと待って。一旦村に戻るわ。村に戻る必要なかったな。まあ、いっか。まあ、いっか。戻ってきた。ここじゃなくって。任務リスト。サブはもうあとムックルだけか。ふんふんふん。ムックル図鑑はまだ多分完成は全然してないはず。全くもってしてないね。あ、なんならあれやん。進化させた数とかもあるやん。マジか。もういつになることやらって感じやね。とりあえずもうここまで来たけん。あれどこだ？違う、何してんだ、私は。ここまで来たけん、ちょいとね、移動は別に、クラフトはこれか。クラフトこれやね。ってことは方向的にはあったんかな、こっちで。あ、あれか。あのおじさんのところや。なんか移動してから、原野ベースでもできたなと思ったんやけど、待って、もしや、個数、うが。玉石がない！え、玉石はどこでゲットできるものなの？あれか？そこは材料買わんといかん感じかな？まだなんか鉱石系取れ、もんね。ここは食べ物屋さんかな？ということは、道具屋さんはこの辺か？
欲しいものがあれば買いなされ、なければ自分で作りなされ。はい。いや、玉石とかないんですけど、全くないんですけど、モンスターボール買うしかないかな。まあ、とりあえず買っとくか。はい。10個ほど買っておきます。さあ、それじゃあ、挑みに行きますか。自分の体力っていうのはどこで見れるんやろ。厳密にっていうのはないんかな。ちょっとよくわからない。外に出ます。はい、原野ベースへ。なんか攻撃を受けた時に、なんかガッてなって、赤い枠が出てくるのはわかるんやけど、その自分の体力っていうのがいまいち、把握はできてないんよね。よし。捕まえ、出た。お、とりあえず捕まえた数タスクはあと一匹。どうだろうか。よっしゃ、オッケー。んで、違う。ビッパ。ビッパのタスク。あ、あと一匹って言ってもそれで完成なわけじゃないんか。村でいたずらを繰り返すビッパの調査？何それ？方法見て？なんなんそれ？なんかそういうサブクエとかが出てくるってことかな？へぇ。へぇ。すげぇ。まあ、じゃあどんどん、まだまだ捕まえていけばいいわけだね。いけい。ん？は、出てきた。くっそー。ちょっと待って、ムックル捕まえるわ、私。隠れて。近づいて。ダメだったんすか？くぅ。なんてこったい。まだいけない？ちょ。見えないよ。姿が。ああ！飛び立ったー。くっそ、ムックルがいなくなった。一体もいなくなった。そしてそこにコリンク発見。よし、これは捕まえるしか。いけい！どうや。なんか結構な衝撃ないよね。あれ、出てきた！マジかよ、おい。いけい！戦闘開始。ちょっとこっちに攻撃を加えてくる前にね。あ、新しい技が増えとった。ああいうのをね、全然把握できてないけん。いつの間にやらって感じないよね。アクアジェットー。お、やったね。ふぅ。あれってか、普通にやっつけた。めっちゃ普通にやっつけた。やっつけるっていうのも入ってるかな、タスク。でもそれじゃあ全然、研究できんと思うけど。いけん！さあさあ。よし。OK。そして君だ。重いサイズ？さっきの重いサイズだったの？やったね。見た目ではわからんのかな、そういうの。薬草ゲットー。何あれ？あ、なんか違う。今まで見たことないポケモン出てきた。キラキラ光る岩も相棒のポケモンに壊してもらいな。あ、そういうことか。モンスターボールを作るのに必要な玉石を入手できるから。おー、それは何のポケモンでもいいんかな。さっきのなんてポケモンやっけ？ふわっちっていうポケモンやったあれ。間違えたよ。無駄遣いしたよ。え、何のポケモンでもいけるんかな。とりあえず気性が荒いらしいコリンクで行ってみよう。壊して。やったね。なるほど、そういう風にゲット。間違えたんですけど、ちょっと、戻ってくれません。こういう場合はどうすればよろしいのかしら。ああ、来た！いけい！なるほど、君も戦闘態勢に入るタイプなのね。不安定やった。不安定って子やった。電気ショック。いつの間にやら電気ショックが使えるようになっている。
捕まえたいけんさ、効果がないだと。モンスターボールいけるかな。これ最後のモンスターボールなんよね。はい、まだ体力結構多いんやけど、どうでしょう。あ、やったね、フランテゲット。ふぅ、新しいポケモンゲットしたよ。さあ、じゃあとりあえず、あ、夜に捕まえた数。なるほど。でもあれよね、夜しか出てこんポケモンとかそういうのもあったりするんかな。この辺さ、来たことなかったんかな。来たことあった気がしたけど、初めて見た気がするんやけど。さあ、あんまり遠くに行ったらね、ちょっとまた帰るのに苦労するので。あれ、ほら、やっぱり夜にめっちゃ出現するんや、あの子たち。帰りたいんですけど、戦闘態勢みたいな。まあ、いっか、やっつけていけばいいよね。うんうん。いけ !2 匹いっぺんにとか無理？え、これ、いけんか。え、いける？なんかいけそうじゃない？こっちもなんか体力表示出とるよ。ほらほらほら、え、2対1やん。え、めっちゃ2対1やん。ちょ、待って。これはさ、入れ替えることしかできんのか。2対2はいけないんすか。じゃ、とりあえずノックルにする。風起こし。あんまり効いてないね大して効いてないね。え、でも電光石火は効果がなかったやろ。ふちょい待って待って待って、2対1は卑怯だってちょっとVゼルにする。さあ、行けVゼル。アクアジェット、なんかいいね。戦闘シーンもさ、ちょっとリアルな感じというか臨場感があっていいね。でも自分がこんだけ動けるんならさ、自分も何かしら戦闘に、でもポケモンを殴りつけるっていうのも違うかもしれないけどね、別にドラクエとかの世界観じゃないけんさ、自分が魔法を使うとかもできんけん、結局指示を出すしかないんやろうけど、何か動くことを活かせれたらいいのになぁとは。体力を見ていなかったわ。何、いつの間に。いけれ、火の嵐。火の、いいぞいいぞ。でもあれやね、なんかこの今まで結構さ、戦闘におるポケモンというか、その出したポケモンしか経験値とか得れんかったけど、なんかね、ポケモン捕まえて経験値がもらえる分には、なんか全員平等に経験値がもらえるけん、なんかそれはすごいいいなと思うんやけど、なんか最初から学習装置持っとるぐらいの感じ、感覚的には。待って、何、なんかもう不気味に見えてきたんだけどめちゃくちゃ不気味に見えてきたんだけど、不安定地獄やん。怖いよー。夜に大量発生するポケモンなんよね。どうも、ポケモンを5匹立派だらけ。どうすか、うち1匹は初めてなんすよ。うん、でも538円、安いな。タスク的にはどうかな。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。火の嵐も研究レベル9。あ、コリンク完成したよ。さっきコリンク捕まえてないのに？自分、なんか技とかかな？なんか、レベルアップした時になんか出てきたなとは思いよってんやけど。あ、でも別にあれか。研究レベルが10で完成って一応なったところで、この、
クリアしてないタスクはあるわけやね。じゃあタスク全部クリアせんでも一応完成にはできるんや。じゃああれか、あっちもそんな遠い未来ではないかな。あのムックルの、イエーイ、やったねー、これでランクアップ。アイナくん、図鑑タスクをこなしましたね。これで団員ランクが上がります。さあ、ことぶき村に戻り、島星隊長に報告するのです。団員ランクを上げてもらいましょう。ランクが上がるごとにさ、なんかこういう基礎的な服がさ、なんか変わるとかない？定期的に変わっていく感じとかない？ MMORPG とかよくあるやん。なんかランクが上がったら見た目がちょっと変更されるみたいな、自動的に。報告に来ました。こんな感じで図鑑仕上げてきましたよ。確認する。図鑑を見せたまえ。はい、どうぞ。とりあえずコリンクだけ完成か。ムックルはまだ研究レベル7。なるほど。うん、どうすか。承認する。ランクアップの手続きだ。今私ゼロ星なんよね。次何？君の銀河団団員としてのランクは一つ星に上がった。お、なるほど。何個まである？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個まである。それはなんて読む？遠星とかそんな感じ。アイナは新しくヘビーボールが使えるようになった。ほ、レベル20までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。あ、そういうのもあるん。なるほど、給料アップやね。大事大事。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。アイナはヘビーボールのレシピを手に入れた。ありがとう。黒色玉石？なるほど。集める材料も変わってくるな。アイナは元気のかけらのレシピを手に入れた。元気のつぼみ？まだ見たことないな。空から落ちてきた異端者がまだ生きているのは、君の才覚と努力の結果である。いいか？多くの人は分かりやすいものを好む。団員ランクを上げれば、空から落ちてきた怪しい人間も受け入れてもらえるだろう。ここで生きていくなら、団員ランクを上げろ。上げることで使えるボールの種類も、得られる報酬も増える。でもさ、この、やってきてまだ、数日なわけやん。数日でランクアップって結構優秀なんじゃない？この世界での基本が分からんけど。図鑑タスクで調査開始、達成！今日は芋づる亭で食事をとり休息するがいい。ありがとうございます。そろそろちょっと態度変わってくれた。おっちゃん、アイナくん、団員ランクが上がったお祝いです。いいことがあると、いつもの芋餅もうまく感じるよな。芋餅美味しいよね。好き。私もコンビニでね、よく買う。そういえばお前、すぐるさんの依頼引き受けたのか？すぐるさんとはどなたでしょうか。ことぶき村のみんなポケモンに詳しくないだろ。だからゴタゴタが起きるたびに調査隊が調べることになるんだ。要するにポケモンよろずやだな。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室にある黒板に貼られた依頼メモを見ることで受け負えますよ。あ、そんなのもあるの？ほうほうほう。ちなみにテル君が頼まれたのはどのような内容ですか？あれはアユナ向きかな。ポケモンを戦わせるのが上手くないと依頼をこなしそうにないからな。君向きなのはなんだ？クラフトか？ポケモン関係ないけど。依頼主は確か、混合団のヨネさんですね。何？混合団って。他の組織とかも色々ある感じ？混合団の方々は、僕たち銀河団よりも前から、翡翠地方で暮らしています。うまく交流できれば、ポケモンのことも色々教えてもらえそうですが。とにかく話は明日聞くとして、今夜はゆっくり休むのです。いい笑顔だね。翌日。相変わらずピカピカ光ってんな、空。一瞬この子誰やっけって思ってしまった。髪型変わったけんまだ違和感やな。アイナ、ヨネさんに会う前にお前の腕前を試していいか？お？いいけど。なんだ、唐突に。訓練場で待っているぞ。ポケモンをたくさん捕まえていたら、
放牧場で入れ替えるのもいいかもな。放牧場？どこだよそれ。案内されました私。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、ランクも上がったけん、また受けれるサブクエとかも増えたんかな。まあ、とりあえずその辺におらんくっても、研究所に行ったら、受けれるやつがあるってことよね。定期的に増えてくんかな。時間経過とか？まあ、また見に行ってみよう。